コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。カニエ君に教えてもらったおかげでテスト勉強とりあえず終わったけど、ま、いいさ、時間はたっぷりあるからな。違う、あれは勉強する時間って意味だよね。あれ、寝ちゃってる。疲れてるんだったら無理して付き合ってくれなくてもいいのに。学生時代と逆だな。あれってどういう意味だろう。あの頃のカニエ君は髪もっと長くて染めてて、今よりも近寄りづらい感じで。なんだ。ごめんね、起こしちゃって。お風呂ありがとう。服もその洗って返すから。誘ってんのか。カニエ君、もしかして寝ぼけてる？やだ、今日はこういうことしないって。約束はしてない。ずるい、カニエ君。いつも肝心なことごまかして。なら聞くけど、お前は俺に何て言ってほしいんだ。何って、私はカニエ君に。それは。残念。時間切れな。嘘！まだ何も聞いてないのに！その夜私は夢を見てた。あれ？ナトリさん、忘れ物？カニエ君は？ああ、俺ね、さっきまで補習やらされててさ、来週追試だって。大変ですね。こんなんやったとこで何にも変わんないっての。でも、いつ何が役に立つかわからないし、きっとカニエ君のためになるんじゃないかなって思います。ナトリさんって俺みたいの苦手？そんなこと。俺のためね。カニエ君、将来の夢とかは？まあ昔はあったけど、でも今さら。そんなことないよ。何か夢があるってだけでもすごいと思うし、私なんて未だに全然見つからなくて。で、そんなこと聞いてないですよね。ならさ、教えてくんない？勉強。でも私もそんなに頭良くないし。俺よかマシでしょう。あのちなみにカニエ君が将来なりたいものって教えない。そうだ、すっかり忘れてた。カニエ君、もしかしてあの頃、私のこと…ねえ、今は？なら聞くけど、お前は俺に何て言ってほしいんだ。そんな聞き方、やっぱりずるい。テレビアニメ、25歳の女子高生、ブルーレイと DVD が発売決定。カニエとハナちゃんのラブラブなシーンをリピートできる。買ってくれたら子供には見せられないこと見せてやるよ。ってこれカニエのセリフ。